業績が悪化している ANA ホールディングスは、返済を後回しにできる劣後ローンで銀行団から全部で4000億円を調達する方向で最終調整に入りました。2000億円規模の公募の増資も検討しています。新型コロナウイルス感染拡大を受けた航空需要の低迷、これは長期化が避けられず財政基盤を強化します。で、劣後ローンというのは金利が高い代わりに返済の優先順位が低いです。後回しでも OK ということなんですね。で、負債ではなくこれ資本とみなすことができるため財務の改善につながるメリット、長所もあると。全日空の旅客数、去年の8割から9割減の状態が続いていると。危機迎えている全日空ですけれども、まあ、この手当てはこれも当然なんでしょうね。まあ、当然なんですけど、はい、これはね、大変なことなんですよ。あ、大変ですよね。何かっていうと、ANA はね、通貨発行権を持たないんですよ。自分でお金すれないのに、4000億借りたら、これ劣後ローンとはいえ、一応まあ、返すっていうことになりますからね。だからこれはもう ANA は大変なんですよね。っていうのはまあベースなんですけど、次の話、これ劣後ローンだっていうことを考えるとね、だからこれ穴ははっきり言ってね、返さんでええねんってことなんですよ。はあはあ。劣後ローンはだから、返せるときやったら返してねっていうローンなんで、出世払いみたいなことよく言われますよね。そうそうそう、そうなんですよね。ANA は楽なんですけど、これ誰が困るか言ったら銀行団です。はい。これ、四銀行ですよ。四大銀行。はい。四銀行はね、これ通貨発行権、彼らも持たないからね。はい。4000億貸したら貸しっぱなしで焦げ付く可能性が。で、焦げ付いていいっすよつって貸してあげてる、もう太っ腹な銀行団なわけですよ。目つぶってね。そうそうそう。だから、この人ら困るわけですよ。はい。だから今やったら貸して、借りてくれる人がいないから、はい。これでもいいか、言って。はい。いやいや貸してるわけですよ、これ。でもそんなことをさせるぐらいだったら日銀貸したれよですよ。はい。日銀が直接買い取ったらええやないかと。まあ、政府系の日本政策投資銀行というところも一つ噛んでるみたいではありますけども。うん、そうそうそう。それでもまあ一応、日銀じゃないですか。だから日銀が貸したれよと。いう、で、日銀はもう政府だから、はい。そしたら日銀はもう別に吸ったらええだけやんけ、ちゅうことに、まあ、なってくるんですけどね。はい。だからね、もう、これ、政府の債務なんかどうだって、何も膨らんだってもう、全然もう、何にも問題ないんですけど、はい。こういうことをさせるところがね、もう日本のなんていうか、財務省がバカっていうかね。はい。まあ、日銀が最後これ何とかするのかもしれませんけどね。いやさ、この後にね。この後にね。はい、でももう、そんな、こんなん。ていうか、公的資金注入しろよですよ、そんなものは。もうよその国は全部公的、全部とは言わないけど、多くの国が、ナショナルフラッグ。まあ、ANA は、もうだからそういう大きな、ですね、大きな、航空会社ですからね。航空会社にお金を、公的資金はもう、当の昔、半年前に注入しまくってるのに、今まで何しとったんや、日本は、と。本当財務省って嫌な人たちですね。